決勝はここ2年間リーグ戦も含めてタイトル争いを続けてきた両チームによる対戦になりました。ジョモの王座奪還なるか、富士通が連覇を伸ばすのか。会場は今年は代々木第一体育館です。このオールジャパンの決勝が行われるのは2年ぶりこの第一での開催になります。解説をご紹介します。オリンピック2大会出場元日本代表の大山妙子さんです。大山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、この両チームといいますと常にここ2年は頂点をかけて争ってきた両チーム、はい、楽しみな一戦になりましたね。非常に楽しみな一戦ですね、はい、手の内を知り尽くした両チームだけにどんなところがポイントになりそうですか。そうですね、富士通としてはやっぱりオフェンススタイルが重視なのでそこをどう展開できるか、はい、ましてあのジョモの方はですね、あの山田選手を起点にどう戦えるかがポイントになってくると思います。さあ、その注目の決勝まもなく始まります。さあ、それでは両チームについて改めて紹介していきましょう。まずはジョモからです。勝ち上がりです。準々決勝からダブルリーグ勢の対戦となりました。愛新戦は第3クォーターまでは同点という接戦でした。最後は13点差をつけて振り切りました。準決勝はシャンソン戦78対75、苦しみましたが逃げ切って勝ったジョモです。メンバーをご紹介しましょう。黄色く表示されている選手はスタメンです。スターティングメンバーです。今年も上から1番目大賀選手、アメリカのプロバスケット WNBA を経験して日本に戻ってきました。そして14番192センチの山田、この2人を中心としたチーム、ディフェンスをして速攻、これがジョモの形です。さあ、その中で大山さん、はい、注目選手は。そうですね、今回は若い選手で吉田選手を挙げてみました。こちらですね、はい、彼女はですね、攻守にわたってチームの要なんですけども、リバウンド、ルーズボールにもすごく絡んでくる選手なんですね、はい、そういったところにあのチームにおいて勢いを与える選手だと思うので挙げてみました。では本人にインタビューしていますのでお聞きください。いよいよ決戦ですけども、今の気持ちを教えてください。わー、すごく緊張してます。緊張している。そうは見えないんですけども。ですか。いつも毎回緊張してるんですけど、自分がリバウンドとかルーズボールを取ってやっぱり流れを変えられればいいなっていう風に毎回試合で思ってるので、そこは意識してやってます。精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。まあ、ジョモとしてはこのオールジャパンのタイトルから離れているだけにタイトルへの思いも強いでしょうね。非常に強いと思いますよ。さあ、一方の富士通です。すでに3連覇、今日勝てば4連覇となる富士通。準々決勝日本航空 JAL 戦では苦手としている JAL 相手にわずか1点差の勝利。準決勝のトヨタ自動車戦はエースの矢野が32ポイントを挙げるという活躍でこの決勝に進んできました。先週までにベスト4が決まって4日間休みを挟んで昨日準決勝が行われたというこのオールジャパンです。さあ、富士通のメンバーです。ベテラン揃いのチームに若手も成長してきました。エース背番号12、矢野涼子。この矢野を中心に誰でもスリーポイントを打てる得点力があるチームです。さあ、大山さん、注目選手は。はい、そうですね、川谷選手を挙げたいと思います。川谷選手なんですけども、11番、はい、はい、中川監督からディフェンスでも買われている選手なんですけど、今回はですね、ガードとしてのポジションでどのような働きを見せてくれるのかすごく期待したいですね。今シーズンから初めてポイントガードを務めています。そのインタビューです。いよいよ決戦ですけども、今の調子はどうですか。いや、今までやってきたことを全て出し切れば大丈夫だと思ってるんで、あとはもうやるだけですね。中川監督からはディフェンスでも買われているということなんですけども、自分で何か意識しているところってありますか。そうですね、やっぱりディフェンスをすごいやっぱ期待していただいているので、そこは自分でもやっぱ意識してやってますね。4連覇は絶対成し遂げたいと思ってこの1年やってきたので、それを全て出し切れるように頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。さあ、ベテラン揃いのチームでこの若いカバヤがポイントガードとしてどう引っ張っていくのか。そうですね、非常に楽しみです。さあ、ティップオフの時刻が迫ってきました。第75回皇后杯全日本総合バスケットボール選手権大会決勝戦、ジョモサンフラワーズ対富士通レッドウェーブの試合に先立ちまして、オフィシャルズ並びに両チームのスターティングメンバーをご紹介いたします。まずはじめに審判のご紹介です。レフェリー田中光雄、
本雅彦。セカンドアンパイア、勝呂翔子。このオールジャパンは3人の審判によって進められていきます。コミッショナーは丹後さんです。それではスターティングメンバーです。まずはじめに白のユニフォーム、ジョモ・サンカワ。1番大川優子。日本人2人目の WNBA プレーヤー。昨日は勝負どころでよく得点を決めてきました。8番田中理香。昨日はスリーポイント4本田中理香。12番吉田麻美。今日注目の吉田、元気いっぱい、運動量があります。ディフェンスリバウンドでいいところがある選手。14番山田久美子。192センチ、ジョモのオフェンスの柱です。53番林瞳。キャプテン、今日は相手のエース矢野をどう抑えてくるんでしょうか。林、今年のヘッドコーチ宇津美智子。変わりまして、赤のユニフォーム、フリクールズウェイ。1番、三田玲奈。スリーポイントが武器の182センチ、キャプテン三谷。5番、畑彩子。スリーポイントが得意です、山田とマッチアップします。機動力を生かしたい畑。7番、宇野美香美。北京オリンピック予選の日本代表、大賀にディフェンスでつくことが予想されます。11番、浜田知恵。富士通の注目選手、今シーズンからポイントガード、ディフェンスのいいカバヤ。12番、さあ最後に日本を代表するスコアラー、昨日は32点取りました。入り出したら止まらない矢野涼子。中川ヘッドコーチ。富士通をこの全日本総合オールジャパン3連覇に導いています。今日4連覇かかる一戦。さあ大山さん、はい、それぞれのポイントゲッター、矢野あるいは大賀、どう守ってくるか。そうですね、お互いにやっぱり相手のエースをどう抑えてくるかが鍵になりますね。白ジョモ、そして赤が富士通です。さあ大賀がボールを持ちました。大賀につくのはやはり船引き真由美です。そして吉田にはポイントガードのカバヤがつくという形になりました。カバヤは少し下がって守る。林、ここでボールを受ける。大賀から山田に入った。ダブルチームにはまだいかない。1対1だ。山田リバウンドは富士通。そうですね、ジョモの方はやはり山田選手を起点に攻めてきてますね。一つその形を見せました。さあ畑です。さあこのマッチアップを見ますとですね、富士通ではポイントゲッターの矢野涼子に対して今林がやはりついています。本来であれば同じポジションの田中がつくんですが、サイズの大きい林がついています。このマッチアップですね。そうですね、意図としてはどんな部分を感じますか。ちょっとジョモはディフェンスがゾーンですね。あ、そうですね、今ゾーンですね、はい、山田が中心にいますね、はい、これは仕掛けてきてますね。ジョモの方は5番からいきなりゾーンできました。はい、立ち上がり両チームですけども、やっぱりゲームの入り方が重要になってくると思います、はい、さあ吉田、山田に入る。ここはカバヤが行く。速いパス回しからマークがずれて田中のスリーは落ちました。山田がリバウンド。このリバウンドですね。ファタのファール。さあどうでしょう、一つですね、はい、マンツーマンのディフェンスを基本としているジョモが、はい、ゾーンで入ってきた。そうですね、最初に仕掛けてきたのがジョモで、まあ、ゾーンの仕掛けてくるとは思ってもいなかったんですけど、まあ、これも作戦の一つだとは思いますね。どんな狙いが考えられますか。やはりあの富士通の足を使ったバスケット、もちろん外のシュートもそうなんですけども、そういった部分ではやはり山田選手のところがどうしても外の、あの選手に引っ張り出されているのがあるので、あえて最初にちょっとゾーンを出したのかと思います。あの昨日のシャンソン戦でも石川選手にかなりやられた部分がありましたね。そうですね、かなりやられていたので、ね、それが非常に気になったんではないでしょうか。ただマンツーに戻ってませんか。戻ってますね、はい、一本ゾーンをしてここはマンツーに戻りました。船引き、吉田がついています。船引き前向から畑。さあポイントガードのカバヤから矢野涼子。あ、矢野涼子に今ミスマッチで山田がついている。ここがやられているところなんですね。そうですね、ちょっとバランス崩したシュートだったので苦しいシュートでした。
すぐにマンツーに戻した、この狙いは何なんでしょうか。やはりその足の動きを止めるっていうのとディフェンスを変えることによって相手に混乱を起こさせるということですね、はい、ここもマンツーです。いやゾーンですね。ゾーンですか、はい、あゾーンですね。おそらくエンドスローイン、スローインが行われるときはゾーン、シュートを打った後はマンツーっていう形なのかもしれないですね。さあルーズボール取りました富士通、大賀のファールです。ここは序盤からジョモはかなりディフェンス仕掛けてきてますね、いろいろ。はい、オフェンスとしてはこういう時というのはどうなるんですか。やはりですね、まず足を止めないということは大事なんですけども、慌てないことですね。船引からカバヤ、ベテランの多い富士通矢野良子、旗が外に出る、ちょっとディフェンスが遅れました、シュート落ちる。さあ速攻ゾモの得意の形は出るでしょうか。まだ後ろの選手が走ってきていません。吉田スピードあります。大賀のシュートが来ました。非常にいいシュートですね。ジョモのポイントゲッターエースの大賀優子、船引真由美から外をフリーになってスリーポイント打ってくる、来ました、スリーポイント三谷、来ましたね三谷選手。三谷この大会あまり調子が上がらない日もありましたけれども、スリーポイントしっかりと決めてきました三谷。田中から山田には旗が前でついている、裏に飛ばした裏スタール、旗のファールです。先週のところ旗2つファールになりました、ね、ちょっと苦しいですね。この時間帯でファールが混んでしまうと富士通にとってはかなり厳しくなってくるので少なくしたいですね。今旗としては前を取って前にボールを入れさせないようにしたんですが、ジョモはその裏をかいて高いボールを投げてきましたね、はい、そうですね、ジョモのオフェンスがそういう風にしていると思うんですけども、はい、裏のカバーをさせないようにもう中で1対1になるような状況を作ってますね、オフェンスのスタイルとしては。序盤6対3ジョモリード。さあ矢野良子、旗です。船引真由美、このミートからの1対1は得意、オフェンスファール、オフェンスファールです。ナイスディフェンスですね、よく守りました。富士通7番オフェンスファールです。ちょっと富士通の方はこれを見ているとやっぱりオフェンスの入り方が悪かったのでちょっと慌てているような印象ですね。どうでしょうか、ジョモのチェンジング その変えてくるディフェンスというのが効いた部分もありますか。そうですね、ちょっと迷ってますね。山田から大賀のシュート、山田がリバウンド、この争い取りたい富士通取りました。走りたいですね富士通は。旗も走っている、山田はついていけない、旗が不利になる。なぎから矢野良子、遅れたディフェンスをかわして、あーりよくリバウンドを取るこの吉田です。吉田からの速攻、吉田が自分で早い自分で、うん、惜しい。リバウンドは富士通、旗、山田をここまで引っ張り出す。三谷、矢野良子からまた旗が外に出る、山田が遅れた、ちょっと厳しいですね。リバウンドは富士通です。今24秒オーバータイムでしたが、先ほどのシュートがリングに当たっていなかったという判断ですかね。はい、24秒以内にシュートを打たなくてはいけません。そのシュートがリングに当たらなければいけませんけれども、今のはシュートがリングに当たっていないという判断で24秒オーバータイムのバイオレーション。ジョモボール、吉田、大賀です。田中がスクリーンを使って出てくる、ここはジョモの得意のパターンだが、田中のシュート決まりました。スクリーンからのシュート、田中、キャプテン三谷、畑がかなり外に出てきていますね。かなりジョモのプレッシャーディフェンスにちょっとね、富士通も横に横にパスが行ってしまっているので、縦に切ることも入れてた方がいいかもしれないですね。非常によく守ってるんですね、ジョモがね。もうプレッシャーをかけてくる。はい。スリーはカバヤ落ちます。リバウンド取った。もう一回時間を使って攻めることができます。三谷、今度はインサイド。ミスマッチ。ミスマッチですね。吉田がついていた。突ききれませんでした。ジョモの反撃、山田に入る、ダブルチームに山田行かない、
もう一回大賀、今度は山田スクリーン、大賀1対1から惜しいシュートです。素晴らしいターンのシュートですね。ですね、今落ちたんですけども、かわしていました。はい、富士通はここ2分半得点がありません。シュート、船引きのシュートがここできました。船引き選手は空いた中でもステップインを使ってシュートができる選手なのでね、ちょっと気をつけなきゃいけないですね、はい、ジョムとしては。大賀、林が3、さあ3が来ました。林選手もしばらく3を打ってなかったんですけれども、今シーズンよく打ってますね。そうですね、昨日もね、ああいったシュートを4層で決めてるんでね、今日も積極的にいいと思います。11対6、ジョモリード。1つのクォーター10分の4クォーター制で行われますバスケットボール。第1クォーターの半分余りが過ぎました。林、大賀、ちょっと飛ばして田中から速いパス回し、ディフェンス、あっとパスが乱れました。タイミング合いませんでしたね。富士通のチャンス、富士通はここ1本返したいですね。肩にマッチアップするのは山田、三谷から畑も外で待つ、その畑にパス、船引き、またミートからの1対1だ。山田がリバウンド。非常にジョモの方はディフェンスで足が動いてますね。ここまで富士通わずか5得点。大賀も今も落ちましたけれども、シュートとしては悪くないですね、はい、はい、積極的に攻めているので、あれも持ち味ですからね、小川選手の。三谷、来ましたね、山田のところで三谷が来ました。今日はコンスタントに三谷選手が要所要所で決めているので。そうですね、はい、先ほどの3に続いて、今は2点、5得点目です。山田に入る、ここでダブルチームに行く、ここ走りたいですね。富士通を抑えた、カバヤからあっと危ない、あた三谷、今日好調、スリーは短い、船引きがリバウンドを取っています。吉田のファールでしょうか。ここで吉田が下がります。そして山田も下がります。いつみと諏訪が入ってきました。昨日はこの諏訪も山田がいない時間帯よく活躍してましたね。そうですね、インサイドでしっかりとポジションを取って攻めてたんで、そこのところを見たいですね。またディフェンスがゾーンですね、はいはい、諏訪を中心としたゾーン。そうですね、あた船引き、真由美、パバヤから三谷、ナイスパス、ナイスパスが通った、ナイスパスですね。通りました。非常にいいオフェンスでした。中に1回ボールを入れることによって、外に出すと思った時に中に合わせが効きますね。はい、ファール、カバヤ、カバヤのファールです。今のファールでチームファール4つ目。次からはシュートかシュートでないかに関わらず、シュートフリースローが与えられます。中から大賀、諏訪がスクリーンを使う、林、田中です。田中ちょっと苦しいが短い、リバウンド、ジョモが取ります。ルーズボール、ジョモが取った、田中打てない、大賀対船引き、真由美、大賀がかわした、決まりました。大賀いいですね、いいですね。一方富士通のオフェンスなんですが、はい、得点源の矢野涼子がまだ得点がありません。そうですね、今日はまだ来てないんですけども、ただ三谷選手がね、要所で活躍しているので、その流れの中でプレーしていくんだと思います。船引き、真由美、ディフェンスが集まる、かわしてきました、強さも見せました。船引き、真由美、ねじ込みましたね、はい、林、外回る、肩がついている、中を使って内海、シュートがうまい、内海が決めました。
15対11、第1クォーター残り間もなく1分です。さあ三谷に入るインサイド、諏訪が守る三谷、落ちました。ジョモ反撃、諏訪、大賀、今日は大賀が積極的に攻めています。大賀攻めてくる、また打ってきた、落ちる、これリバウンドですね。実は取りました、取りました、ルーズボール取った、走れるか、カバヤ、三谷のスリー、きた、来ましたね、好調の三谷スリーポイント、素晴らしいシュートです。三谷がいいですね、はい、さあ第1クォーター残り20秒、ショットクロックもほぼ変わらない時間帯が残っています。そうですね、こうワンプレー来ますね、おそらく小笠選手の1対1、まあ、諏訪選手がスクリーンに来ると思うんですけども、はい、あ、ここで来ます、ここで動いてくる、そして諏訪がフリーにもなる、林に出た、ディフェンスをまだ、あ、ファールです、カバヤのファール、チームファールがちょっと痛いですね、カバヤは2つ目です。ここで吉田が戻りました、まあ、このフリースローが終われば次はディフェンスという形になりますので、吉田も戻ってきて入ってきています。残り1秒、2点差、時間はありません、これで第1クォーター終了、第1クォーターは16対14、ジョモが2点リードで終わりました。大山さん、全体の印象としてはどうだったでしょうか。そうですね、まあ、入り自体は悪くなかったと思うんですけども、先手でジョモがゾーンを敷いてきたところで若干富士通が少しオフェンスに迷いが生じたところが気になりましたね。途中それで富士通のオフェンスが止まったんですけれども、はい、そこからは追い上げてきました。そうですね、三谷選手がコンスタントに要所要所 で、ね、はい、活躍が見られたのが大きかったですね。そして三谷に引きつけて畑というプレーもありました。一方のジョモはこの大賀が積極的にドライブを仕掛けていきました。三谷は3ポイント2本、第1クォーターだけで8点取ってきました、キャプテンの三谷。どうでしょうか、ジョモの富士通のオフェンスとしてはある程度リズムを取り戻したと見ていいのか、それとも。そうですね、まあ、オフェンスに対して特にあのみんながちょっとバランス崩している部分はあったんですけども、多分ベテラン選手多いだけにここはもう本当徐々にあの持ち直していくと思うので心配はないと思います。上野さん、はい、やはり富士通ベンチもですね、どういうケースの時にゾーンなのかマンツーマンなのかそのあたり確認してますね、うん、で富士通ベンチはやはりエンドラインからボールが入る時はゾーンで、はい、それ以外はマンツーマンなんだからあまり気にせずにしっかりボールを回すようにという指示です。いかがですか。そうですね、やはりあのゾーンの時にやっぱりボールが止まってしまうのが一番良くないので、やっぱりボールは回しながらインサイドに入れつつ、まあ、外のシュートだったり中に合わせるプレーをやっていくといいと思います。それと上野さん、はい、やはりベテラン揃いということもあるんでしょうけれども、中川ヘッドコーチが話した後にですね、うん、船引きですとか矢野ですとか選手から自発的にこうしようああしようという意見がよく出てましたね、はい、そうですね、やはりベテランが揃っているとそういったところも心強いですね、はい、じゃあ畑、矢野良子、畑出てくる、ディフェンスが出てくる、船引き、トラベリングですね、船引き真由美のトラベリング、吉田、諏訪に入る、
ここはダブルチームはいきません。もう一回、あーっとカットした。肩がナイスカット。ルーズボールが強い強い。ああいうところに絡んでるのが吉田選手なんですよね。ルーズボールとかで持ち味ですね。そしてスリーポイント落ちる。リバウンドはリバウンドですね。ジャンプボールシチュエーション、ジャンプボールになる機会では交互にボールが与えられます。クォーターの始めなども含めて交互にボールが与えられていきます。あ、先ほどの畑のパスカット、そうですね、この後のルーズがまたすごかったですね。吉田大賀の3来ました。大賀のスリーポイント、今日はドライブそして今のようなスリーも決めてきた大賀、7ポイント。一方のポイントガードカバヤ、旗が出ます。もう一回カバヤに戻る。矢野から、あ、ここもジョモはカットを狙ってきた。スティールした、いいディフェンスです。ジョモスティールからの速攻が持ち味。吉田からパス、スワッワンタッチあってジョモボールです。ジョモの方は徹底的にインサイドをついてきてますね。どうでしょう、山田から諏訪に代わってまだ優位性はあると見ているんでしょうか。そうですね、やはり畑選手のところがファール重んでるんで、はい、素晴らしいシュートですね。スリーが来ました。宇都美選手はこういったシュートには定評がありますからね、要注意ですよ。富士通にとってはインサイドに集めながらも外からもこのように宇都美のシュートがあります。カバヤ、矢野まだ得点がありません。三谷のスリー、ちょっと距離があるが来ました。シュート、三谷スリーポイント3本目、素晴らしいですね。11点目です。今日はかなり気持ちが入ってますね、三谷選手は。またインサイドを攻めてくる。ダブルチームに行く。ダブルチームで守りました富士通。行くタイミングを見計らいながらダブルチームに行ってますね。矢野選手を下げましたね。なぎが出てきましたね、はい、ちょっと休めて、まあ、今コンスタントに三谷選手が取れてるんでね、はい、ちょっと休ませてちょっと気持ちを変えさせる意味でも。また来ますよ。来ました、宇都宮スリーが来た。素晴らしい、宇都宮が来ました。スリーポイント、宇都宮選手も入り出すと止まりませんからね。今日シュート3分の3。肩からなぎです。なぎなぎと吉田守ってますよ。吉田、吉田のディフェンスは身長は低いんですが粘りますね、はい、そうですね、非常に足を動かして頑張ってくれてます。林からスワ、またインサイド、バスケットカウント、ファールをもらって得点認められて、さらにフリースローが1本与えられます。10点差がつきました。ジョも10ポイントリード。今のもやはりダブルチームに来られにくいポジションを取ってるんでしょうか。そうですね、かなり後ろのスペースがあるんでね、ダブルチームには行きにくいポジションですね。畑選手3つなんでちょっと苦しいですね、富士通としては。前半3つ、このインサイドの部分では富士通控えの層も含めていかがでしょうか。かなり厳しいですね。このままですと、まあ、三谷選手だったり矢野選手が使わなきゃいけなくなってくるんでね、かなり厳しいと思います。三谷、ラビキ、真由美、カバヤ下がる、なぎ、さあ鈴木、途中から出てきた鈴木、非常に24点ディフェンスですね。ジョモが守りました。今日は富士通のオフェンスが時間がかかるケースが多いように見えますが、そうですね、これもジョモの方がですね、かなりプレッシャーのディフェンスがかかってますね。非常に足動いてますよ。大賀から吉田、諏訪、ここは鈴木が守る。またインサイド攻めてくる、諏訪が決めてきました。ここの諏訪と鈴木のマッチアップの部分ではどうでしょうか。そうですね、鈴木選手も非常に体がしっかり選手なのでね、決して劣ってないので、そういったところではディフェンスでも頑張ってほしいですね。カバヤからその鈴木です。ちょっと富士通のオフェンスが1対1先行になってしまってるんですよね、はい、やっぱりチームとしてオフェンスを機能させることで富士通の良さが出てくるので、
個人的にファル、ね、バスケットカウント、乗ってきますジョモ、得点差がついてくる、14点差、ファールももらってシュートも決めてきました。まあいくらですねスリーポイントが多くて得点力のある富士通とはいえですね、そうですね、ちょっとそろそろ止めないと、はい、もうちょっと前に取ってもよかったなっていう気はしたんですけど、まあ、中川監督も我慢してたんですけどもね、ここまで来てさすがに取らないといけないような状況になりましたね、はい、まずオフェンスディフェンスどちらを修正していきますか。まあ、ディフェンスももちろんそうなんですけども、やっぱりインサイドでやられているケースがあるので、そこをまず守ることと、オフェンスはやはり足が止まってきている、あの単独でのプレーが目立つので、チームとして、攻めることがポイントになってくると思います。あの富士通のオフェンスを見ていて、まあ、プレッシャーかかっているせいか、もらった時のポジションがですねやや腰が下がっているような、そうですね、かなりプレッシャーかかってきてるんでね、そこはもう一歩低くなってやっぱり攻める姿勢を、まあ、出していく必要があると思います。ここはジョモが9ポイント連続で得点を挙げて14点の差がつきました。あ、ここでもうすぐ矢野も戻ってきてますね。そうですね、上野さん、はい、富士通の中川ヘッドコーチはですね、今だいぶ考えてからこう言葉を絞り出すように指示をしましたね、で基本的にはとにかくボールが止まっているのでよく回すように、でその三谷にですねボールの中継役になるような動きを指示をしました。それとやはりドリブルからプレーが始まっているのでそれはやめろという指示です。あの今三谷に中継役という話がありましたけども、どのあたりで中継するというのが理想的になってくるんでしょうか。そうですね、やはりスペースがないところでもらってもその後がまた生きないので、できるだけやっぱりプレッシャーをかけてきたジョモ、奪った、プレッシャーをかけて奪いましたジョモ、フルコートでのプレッシャーディフェンス、宇都宮諏訪、吉田、矢野がついている、大賀からまた諏訪、あのポジションにボールが出てしまいますね。そうですね、今のはもったいなかった、スワ選手、裏に近いポジションもらえばすぐゴールがあるような、はい、そんなところにこうよくパスが出てしまうんですが、そうですね、やはり、まあ、畑選手が先ほどもそうなんですけど体を当ててディフェンスしてたんですけども、今鈴木選手ですかね、ついてるのが、今ちょっとナンバーがついてるか分からなかったんですけども、はい、ちょっとね体をぶつけるところがなくなってきてますね。はい、さあ試合プレー始まっています。宇都宮が押し込んできました、得点差がつく、17点差、今のファールはカバヤですね、カバヤのファール3つ目です、カバヤも3つ目になりました。畑とカバヤが3つずつ、富士通負けている上にファールトラブル、ファールは林です。富士通はですねポイントガードの部分でも控えの中畑が今怪我をしていますので、そうという意味ではかなり厳しいですね。厳しいですね。三谷、矢野良子のスリーが来ました。矢野良子、ようやく初得点、スリーできました、ようやく来ました、スリーポイント得意の矢野、またここからもしかしたら流れが変わるかもしれないですからね。はい、諏訪です、吉田から大賀、宇都宮、大賀スリー、いやー、大賀のスリーが来ました、ナイスシュートです。今日は内外自在の大賀、13ポイント、スリーは2本目。さあ富士通のオフェンスはどうするか。あ、ジョモのプレッシャーがいい、ナギのスリー、ナギもスリーは得意です、ただ今は来ませんでした。17点差、前半残り5分を切っています。宇都宮がまた来ました、ナイスシュートですね、宇都宮のスリーポイント3本目、ちょっとジョモのオフェンスに勢いをつけてしまいましたね。相手の攻撃のリズムも狂わせなくてはいけない富士通のディフェンス、まずここ1本取りたい。その三谷にボールが入る、三谷
ジャンプボールシチュエーションです。ここでまた富士通がタイムアウトを取りました。前半は2回、後半3回タイムアウトを取ることができますが、2回目のタイムアウトを取ってきました富士通。なかなか修正しきれませんね。そうですね、ちょっと厳しい展開になってきましたね。ちょっと富士通の方はですね、やっぱりオフェンスのリズムが悪いのを引きずって、もちろんディフェンスの方もちょっとうまくいってないというような感じで、はい、昨日の試合でも矢野選手が今日はオフェンスが良かったのでディフェンスも良くなったという話をしていました。そうですね、はい、ですからそういった意味でやっぱりディフェンスもやっぱ頑張って、それを逆にオフェンスにつなげられるようにしていけないと、ちょっとこの点差は縮まっていかないのでね。ただ明るい話題としては矢野が一つスリーポイントが来て今日初めての点を挙げました。そうですね、はい、ここからまた来ると思いますよ。先ほどは三谷を中継役にするという指示が出ました。踏ん張りどころですね。踏ん張りどころですね。今もカバヤが出ていますが、カバヤはファール3つ。そして富士通ではまあ昨シーズンまでスターターを務めていた船引香里、まあ、経験のある選手がいますが、まあ、慢性的なこの膝の痛みが出てきたということで出場時間が今シーズン限られています。若い中畑は怪我。今日注目のカバヤファールトラブル、落とした。ここ早いですよ、序盤の速攻。大川をまず止めないといけません。吉田宇都宮も今日スリーが来ています。富士通もゾーンですね、ディフェンス変えました。ディフェンスでまず仕掛けてきた富士通、宇都宮、ね、宇都宮のシュートが止まりません。今日は宇都宮選手いいですね。2、3ともに3分の3、6分の6のシュート成功率。16点目上げました。なぎ、船引き真由美、吉田がしっかりついている。吉田がしぶとくディフェンス、ファールはない。ルーズボール取りました。なぎから三谷が中に入ってくる。おー、ナイスイン。なぎ、あー落ちる。そうですね、ジョモのディフェンスです。得点差22点差、まもなく前半残り3分です。宇都宮、今度はブロックしました。三谷がブロックした。富士通はここ1本欲しいですね。慌てる必要はないんでね、こう確実に1本決めていきたいところです。スリーだ、ちょっと遠かった。リバウンドジョモが取っています。裏、ナイスパス。スワ、吉田から大賀、ルーズボール取りたい、富士通取りたい。ファールです。林でしょうか。林のファールです。ここで薙に代わって鈴木が入ってきました。そしてジョモはこの時間帯に山田が戻ってきました。諏訪に代わって山田、山田が入ったことでまたガラッと変わってきますか。そうですね、まあ、高さがまた出てくるのでそういったところも見てみたいと思います。矢野、矢野来ました。さあ矢野が先ほどの3、そして今の2点、5点目。さあ山田が入った、ここはどう守ってくるのか。山田がオフェンスの起点になります。ジョモ、山田には2人がかりでボールを守っている。ああ、吉田に入った。時間がない。ショットクロックが減ってくる。山田落ちた。これはディフェンスが効きましたね。守りました富士通。船引き真由美、ナイスパスだ。うまくゴール下入っていました。ここでタイムアウト、ジョモです。ジョモのタイムアウト。ちょっとディフェンスのピックアップミスですかね。完全にカバヤがフリーになってゴール下にいました。そこを船引き真由美がしっかりと見てパスを送りました。さあ42対24、18点差。富士通この18点差をですね、前半どんな形で
終わらせれば後半につながりますか。そうですね、攻め急ぐ必要はないと思うんですけども、一つ一つ一本一本ですね、確実に返していくっていうことが必要になりますね。点差としてはあと1分44秒ですが、はい、ちょっとこの18点差というのは大きいんですけども、まあ、後半につなげる意味、まあ、10点までいけたらいいのかなっていうふうに感じはするんですけどもね。ジョモでは宇都宮が今日好調16点、大賀が13点、山田はここまでまだ4点ですけども、その分今日は宇都宮のプラスポイントが大きいですね。そうですね、かなりスリーポイントが要所で決まっているので、非常にいい活躍をしていると思います。前半残り1分44秒、ジョモの方もここ2分得点が止まっています。そうですね、ゾーンになってから若干ちょっとね、うまい感じでボールが回ってないので、ここは1つ、ここもディフェンスはそうですね、ゾーンですね、ゾーンですね、はい、かなりボールには当たってきているような感じで 2-1-2 の形であるんですけど、外でボールが回る、まだ中には入りません、中にはボールが入らない、中にボールが入らない、ようやく中にボールが入った、山田決めました。インサイドディフェンスも集まってくるところなんですが、山田が決めてきました。20点差、鈴木、かなりジョモのプレッシャーが効いています。大賀のファールは2つ目。上野さん、はい、そのジョモのプレッシャーでいきますとね、強調しているのは三谷と矢野のところ、しかもスリーポイント、もう前に出て抜かれてもいいんだと、とにかくスリーだけは打たせるなという宇都宮ヘッドコーチの指示です。なるほど、まあ、裏を返せばですね、カバーがあるよという。そうですね、どっちかというとスリーポイントで勢いつかれる方が怖いですからね。なるほど、3点より2点ということで、もうとにかく出ろっていう指示だったんですね。この外を狙ってくるが、カバヤのスリーは打つのか、矢野、時間がなくなってくる、スリーだ、船引き真由美、落ちる。前半まもなく40秒、大賀、さあ好調の宇都宮、林から吉田、また中に入った、外が空く、大賀のスリー、今日は入っている、落ちた。さあ残り21秒、ここ1本取りたいです。ここは1本入れて終わりたいですね。富士通は誰で来るのか、船引き、矢野はこちらサイド、矢野にボールが入る、矢野1対1です、ね、ドライブでいった、あ、落としてしまいました、ファール、ファールです。バスケットカウント、船引き真由美が救いました。そうですね、しっかりフォローに入ってて、ジョモ6番、今も矢野はスリーではなくてドライブを選んできた。ジョモとしてはこういう風な展開をさせたい。そうですね、はい、スリーポイントじゃなくてドライブをさせて、そうですね、2点の方で抑えたいというところですね。選手の交代です。スリー2、45番、凪が入ります。残り8秒のところで凪が入ってきました。船引き真由美に代わって凪です。まあ、富士通としてはここ1本守りたいところで、まあ、ジョモ側からしてみるとあと1本入れたいですね。ゾーン外で打ってくる、宇都宮、落ちる、あ、吉田選手ですね。吉田がこういうところで効いてきます。ジョモこのクォーターだけで30点、前半終了46対27。いや、今日注目に挙げた吉田ですけれども、ああいうところのリバウンドがね、そうなんですよ、ああいった影のリバウンドというのはすごいあの後で効いてきますからね。はい、彼女ならではのワンプレーでした。本人も本当にディフェンスは大好き、リバウンドは取ればシューターの人が楽になるから常に気を、ですから前半のスタートと同じような形になりました、はい、両チームとも前半と同じスターターです。やはりゾーンからスタート、富士通、林から田中、スリーが今日は来ています、落とした、これリバウンドですね、ファールです。ジョモのファール、富士通まずここは自分のボールにしました。乗せてはいけないシューターの宇都宮を初め1本落とさせました。林のファールは2つ目。
フェンス動けるか、相手のプレッシャーに負けないことが大事になりますが、矢野が行った、バスケットカウントはもらえないが、ファールはもらいました。一つ矢野がドライブをしてきました。林は先ほどのファールに続いて3つ目。ジョモの林の方の3つというのは、大山さん。そうですね、やはりジョモとしても林選手がやっぱり矢野選手のところでマークしきれている部分はあるので、やっぱり3個のファールはちょっときついですね。17点差。吉田、大賀、スリーは狙うが打たない。吉田はドライブで崩してくる。ナイスパスだ、山田。ナイスパスですね。パスもうまいこの吉田です。一方の富士通、矢野良子のスリー、今度は外が来た、矢野が来た。さすがですね。どうでしょうか、矢野の爆発力を期待する富士通ですが、ここ2つ矢野選手ですからね、はい、やはりエースとしての貫禄はありますね。入り出すと止まらない矢野です。大賀のスリーで返してくるか、落ちた。これリバウンドですね、林のリバウンド。ファールは富士通です。一発でディフェンスリバウンドを取れれば先ほどの矢野のスリーポイント。タッチなどどうですか。そうですね、非常にいいと思いますよ。ただやはりさっきドライブが効いているので、林選手がちょっとそのドライブに警戒したんですよね、はい、それでちょっと一歩下がったところでこのスリーポイントが有効的に決まってきたという形ですね。なるほど、吉田の中、山田に通りました。ここも吉田から今度は山田。非常に吉田選手はアシストもうまいですからね。うまいですよね。よく見てました。三谷、矢野は右サイド、三谷も今度はスリーを打ってくる。前半好調だったスリー、三谷。もう一回ミスマッチですね、畑選手のところが。そうですね、畑はそこをついてくる。ダブルチームに行く、カバー行く。ナイスカバーですね。ジャンプボールシチュエーションですから、ジョモは今のようにミスマッチがあってもすぐにカバーして、そうですね、全員でカバーに行ってるっていうところはここですね、チームディフェンスですね。はい、ここですね、よくカバー行きましたね、早かったです。小さい山田が畑、吉田が畑についていたんですが、はい、それを逆サイドから林がすぐに寄ってきた。そうですね、いいディフェンスでした。チームディフェンスができているジョモです。矢野良子好調、今度またスリーだ、落ちる。走ってますよ、ジョモは。田中が走る、田中が前、大賀から林、スリーもあります。外、吉田、フリーだ。吉田のシュート来ました。ナイスシュート、吉田のシュートが来ました。さあ矢野がボールを持つ。鈴木からパスが乱れるが、なぎのスリーはね、落ちる。ナイスリバウンド、ナイスリバウンド、鈴木。矢野良子、もう一回スリーだ。リバウンド、今度は取れない。20点差。第3クォーター残り間もなく7分。あっと、今度はカットした。今度はスティールしました。矢野良子から林がついている。ドライブもスリーも見せている。三谷、山田がつく。三谷スピードでは、三谷そこをついてきた。カバーしていっても大賀がすぐ戻ります。スリーポイント来ました。シュートですね、船引き真由美。富士通はですね、ここシュートを入れた後のディフェンス頑張りたいですよね。ディフェンスを頑張らなければ差が縮まってきません。大賀来た、来ました。田中のスリーポイント、シュートですね。田中のスリーまで来ましたよ。宇都宮に加えて田中まで来た。スピードのミスマッチをついてきた。あ、ナイスカバーですね。吉田選手よく言ってますよ。ジョモはよりも速いし戻るのも速いし、はい、かなりいいディフェンスを見せています。吉田が行く、取った。そこだ、チャンス、富士通のチャンス。キックボールです。大賀が蹴りましたのでショットクロックは24秒に戻されます。第3クォーターの出だしとしては両チームここまでいかがでしょうか。そうですね、若干そのオフェンス重視になってきているっていうのが気になりますね。ディフェンスはやっぱり頑張らないと、まあ、富士通に関しては点数が縮まっていかないので、はい、はい、そこら辺はもう少しディフェンスも頑張ってオフェンスにつなげられるようにするといいと思います。三谷のスリーポイント落ちる。吉田がリバウンドを取ります。
チームで1番リバウンドを取る吉田、この2番のポジション、シューティングガードのポジションながらチームで最もリバウンドを取る吉田です。その吉田、はい、大賀に飛ばす、田中、あっとトラベリングです。ちょっと迷っちゃいましたね。出そうとしたところに出し切りませんでした。トラベリングです。点差は縮まっていません。55対35。鈴木が行く、来ました、ね、鈴木が来ました。ルーキーの鈴木、筑波大出身。さあ富士通はディフェンス頑張りたいですね。山田が裏でポジションを取る、かなり距離はあるが短い、リバウンドですね。ジャンプボールシチュエーションです。そうですね、ジョモの方はやっぱこの点差があるので結構余裕を持ってね、オフェンスもね、気持ち的にも余裕が出てきているところがちょっとやっぱりいいように出てますね。そこを富士通としてはなんとか崩さなくてはいけないんですが、そうですね、はい。大賀、吉田、ね、山田がフリーだ、空いてしまいました。アシストは吉田、山田12点目。おっとまたミスですね。あ、ここもジョモボールに変わる。これはジョモが乗ってくるパターンですが落ちました。ミスは減らしたい富士通、昨日はターンオーバーが非常に多かった富士通です。鈴木、山田がつくスピードでは鈴木が勝る。ナビキから三谷、裏を取りました、カバヤ、カバヤが決めました。身長があるこのポイントガードのカバヤ、173センチ。そうですね、簡単にやはりボールが回ってるんですよね。田中から吉田、吉田の外を決まりました。吉田、吉田は昨日からシュートタッチがいいですね。そうですね、今林選手もいいスクリーンをしてましたね。吉田選手がノーマークになるように。鈴木が決めました。一つ富士通は鈴木と山田のところでやっているように見えますが、そうですね、そこはやはり山田選手がつけないということで1対1は狙い目なのでね。ここはでもディフェンスを頑張りたいですね。富士通は抜かれる、吉田のスピード、バスケットカウント、バスケットカウント、吉田のスピードが勝りました。いやまさに今日大山さんが試合前に注目した攻守にわたるこのアグレッシブなプレー。そうですね、素晴らしいですね。彼女はもともとね点取れる選手でもありますしね、アシストもできる選手のでね、こういったプレーはもう彼女本来のプレーだと思いますね、はい。ポイントガードとしてもシューティングガードとしても能力が高い吉田、はい、今日もリバウンドディフェンスでも非常に頑張っています。体力的にはかなりきついと思うんですけれどもね。やはり冷静になってくるとやはりきついですよね。でももうここまで来るとそんなことも言ってられないのでね、はいはい、気持ちでも勝負していくしかないと思うので。しかも吉田は昨日の試合で足首を捻挫しましたけれども。そうですね、でもそこはもう関係ないって本人も言ってたので、はい、試合に集中していると思います。吉田はここまで9ポイントさあその吉田からのこのナイスアシスト、ね、よく見てますね。見てますね、見てないようで見てますね、はいはい。富士通のディフェンスはプレッシャーが足りないという話がありましたけれども、かかっているようには見えるんですけども、やっぱりジョモのボールがやっぱりオフェンスのボールがよく回っているので、うん、もちろんこの点差があるから余裕を持って回せるということもあるんですけども、やはりそこはもっとボールにもっとプレッシャーをかけないことには自分たちのボールにできませんからね。ゾーンながらですね、スリーポイントラインのかなり外まで行っているようにも見えますけども。そうなんですけども、結構ジョモの選手もシュート、外回りのシュートとかも打てているので、はい、
もう一歩やっぱりプレッシャーをかけれるようにしちゃったんですね、はい、そのスリーポイントはこの内海です。大賀選手をちょっと休ませますね。ですからここは吉田がポイントガードの時間帯、ね、ということになりますね、はい、またそういったところでのゲームメイクも面白いと思いますよ、はい、一方富士通のオフェンス、ここはやはり鈴木のところ、鈴木と山田のところを使うかどうか。向こうサイドに行きました、船引き真由美のところを使ってきた鈴木落ちる。吉田がリバウンドに入っています。ポイントガードの吉田、今日はいい足とも出ている。また山田に入る、ね、引きつけて外、ここもパスフェイクは、ね、ここうまくフェイクを使いながら、うまいですね。そうですね、やっぱりこう中に入れることでディフェンスが収縮して、その後にやっぱり外に出すことでまた外のシュートチャンスもできますからね。入れると見せて入れない、そして入れてすぐ返してまた入れる、はい、そのあたりの駆け引き。吉田、山田をまた使うか。惜しいですね、惜しいプレーです。2対2のところ、さあ第3クォーターも残り間もなく3分になってきました。なかなか点差が縮まりません富士通。ここのマッチアップは優位です。鈴木、ストレートですね。こういうところは決めていきたい。もったいないですね。ただやれてることはやれてますね。そうですね、はい、あそこでやっぱりシュートを決めて点を縮めたいですね。山田、今度はオフェンスでは山田の優位性があります。スクリーンを使う吉田、パーセットカウント、強さがあります。体格は小柄なんですけれども、この当たられての強さっていうのはどういうところに感じますか。非常に強いですよ。ボディバランスも非常にいい選手なので、ね、こういったドライブから、はい、体勢を崩さずしっかりシュートに持っていけるところは非常に素晴らしいです。シュート認められて、得点認められて、フリースロー1本、吉田。まあジョモボールにします。こういったルーズボールもジョモボールにしてきます。選手の交代です。富士通9番ナビスポイントがあります。この試合最大24点差がついているこのゲーム。ここでカバヤを下げました。そうですね、船引き香織が出てきましたね、はい、船引き姉妹のお姉さんが出てきました。勝負どころ、オネスパスは決めました。さあ膝が痛みがあって出場が限られている船引き真由美も、船引き香織が出てきています。その船引きにはボールが渡らない。矢野涼子、そうですね、林選手のファールが、林が4つ目ですね、今のファールで。痛いですね。ここで長男が代わって出てきます。林が下がります。4つ目のファール、林。長男も昨シーズンのファイナルではレギュラーでした。三谷、鈴木から中飛ばして、ナイスカバー。今一つマークも変わったからでしょうか、インサイドを使おうと矢野がしてきました。そうですね、長男選手のところの、まあ、ミスマッチではないんですけども、スペースがあったので、はい、あそこで構えたんだと思います。そして畑が戻ってきました。畑も今のところファールはまだ3つのまま、3つから粘ってファールをしていない畑です。ナビ香織、矢野が行く、矢野バンドリシュートは落ちる、リバウンド、ルーズボールを取りました。ジョモ、第3クォーター残り2分、わー、ナイスシュートですね。宇都宮もう止まらないですね。今のは2点、19点目。今日は得点源ジョモは宇都宮です。上野さん、はい、下で見てますとね、相当各選手運動量多いですよね。もともとジョモの選手運動量多いんですけども、田中とかですね、吉田とかもはーはー息が荒くなってて、これ最後まで持つのかなと思うぐらいに相当動いてますね。特に吉田についてはですね、昨シーズンのこう足がつりやすいということもあって、はい、そういった面も心配されますが、ただもうここまで来ると気持ちが入ってると思うので、ね、もう最後まで行くんじゃないかなと思うんですけどもね。
あの大一番での終盤でのボールへの執着とかディフェンスっていうのはすごいですよね、はい、素晴らしいですね。矢野ブロックしました、長男ブロック、ナイスブロックだ。大賀から吉田、その長男宇都宮も今日シュートタッチがいい。吉田もシュート入っています。大賀もファール、ボールに関係のないところでファールがありました。三谷でしょうか、三谷のファール、三谷のファールも3つ目になりました。先ほどの長男のブロック、大賀が出てくる、すぐに入れる、もう一回、また一つ、あーいいディフェンスをしている、いいディフェンスをしています。それでも球際はジョムが強い、ナイスカット、ナイスカットだ、守った富士通。第3クォーター残り1分を切っています。スワが4分追いつきました。28点差、矢野のスリーポイント来ない、嫌われてますね。来ません。矢野は今日10ポイント。富士通はここ3分余り得点が止まっています。ファール、オフェンスファールです。スクリーンのファールですね。諏訪ですか。そうですね、はい、諏訪のオフェンスファールです。2つ目のファールスは残り第3クォーター36秒のところ、なぎが入ってきました。三谷、三谷が行く、鈴木、船引香織、もう一回船引真由美、なぎ、外ではボールが回っていますが、鈴木が中に入って守りきりました。ジョモ24秒オーバータイム、残り第3クォーターは11秒6、どうしてもここは守って終わりたい富士通。ジョモは最後の第3クォーターオフェンス、ここはまた大賀のところでいくでしょうかね。そうですね、またそこの2対2で終わると思います、はい、大賀が来る、諏訪がフリーになる、大賀自分で打ってくる、守った、もう時間がない、時間がありません。第3クォーター終了、このクォーターも点差が広がりました、28点差つきました。大山さん、はい、得点力のある富士通が10点余りしか取れていない一つのクォーター、はい、そうですね、やはり厳しいですよね。スリーポイントももちろんシュートも入ってないっていうのもあるんですけど、やっぱりジョモのディフェンスが効いてるんですよね、まあ、その象徴であるのがこの吉田、はい、今一番初めに映っていましたけれども、はい、吉田のディフェンスについても見ていきましょう。こういったところですね。そうですね、ボールに対しての執着心は素晴らしいですね。このヘルプも早いんですよね、はい、ですからもうボールが渡った瞬間にも来てる、はい、そうですね、こういったディフェンスの読みも非常に彼女持っているので、やっぱりそのボールが動いている瞬間にポジション移動ができるっていう、はい、そしてこちらはオフェンスでのプレー、素晴らしいですね、はい、吉田は今日リバウンド7、そのうちディフェンスリバウンドが6、ですからああいうカバーに行くところでは本来少し遅れて1対1の時間帯というのがあるんですが、そうですね、その隙を与えないぐらいのタイミングで、もちろん足もあると思うんですけども、はい、そういったタイミングでしっかりと寄ってますね。入った瞬間にはですからダブルチームの状態になっている、はいはい、相当足は使っていますこの吉田。まあ、ただ富士通としてはこの一発勝負のトーナメント、女子のバスケットのシーズンの中で言いますと、この全日本総合オールジャパンがあって、この後またリーグ戦もありますし、はい、この一冠、初めのタイトルの重みっていうのは大山さん何回も取られてどう感じてらっしゃいますか。そうですね、やはりそのトーナメントと試合はまた雰囲気が違うんですけども、やはりこの年明けに勝てるのと勝てないのとまたリーグにも影響するので、そういう意味では大きいですよね、はい、勝って終われるっていうことは。
昨シーズンは富士通がこの大会で3連覇、その勢いもあってリーグ戦も初優勝を果たしました。勝負の第4クォーターが始まりました。試合残り 10% バックパスです。バックパスバイオレーションです。どうなんでしょう。そうですね、こういったミスはね良くないですよね。やはりもう気持ち的にもちょっとねやっぱ点数が開いているっていうところでちょっとねやっぱ落ちてるっていう部分もあると思うんですけども、まあ、一本一本返していってほしいですね。はい、まあ、ね仕方ない仕方とディフェンスしっかりとこういうところカットしていきます。そうですね、もうどんどん前に出るしかないですからね。まあ、ベテラン揃いのスタメンから今年は若手も加わってきました。その象徴がこの鈴木、開幕はスタメンでした。リーグ戦矢野は今ベンチ、矢野の出場する時間帯というのはこの後またポイントになってきそうですね。そうですね、今ちょっと休めてもう一回来ると思います。大賀、長男カットしてくる、ディフェンスが寄る、小さく守っている富士通、ファールです。バスケットカウント、強いプレーでしたね。今タイミングよくね諏訪選手がねボールに合わせて入ってきましたね。逆サイドの方から、はい、このプレーですね、はい、で体当たっても強くねじ込んできましたね。外からいわゆるカッティングと言われるプレーで入ってきて、三谷もちょっとディフェンスが遅れて、そうですね、はい、鈴木がファールをせざるを得ないという状況に追い込まれてしまいました。なぎ、真由美、香里、スリー落ちる、富士通は第3クォーターの終わりから4分得点が止まっています。大賀、諏訪に入る、ディフェンスを引きつけて長男、しっかりと中にボールを入れてディフェンスを集めて外、もうジョモの方はねオフェンスの勢いがもう全員に行き渡ってますね。ここも奪いました、ジョモの形だ、ディフェンスからの速攻、ちょっと早すぎました。吉田選手はああいう走らせるプレーって上手いんですけどね。そうですね、大賀選手も頑張って走ってたんですけどもね。さあ富士通のオフェンス、なぎ、なかなかいいポジションでボールを持てません。ジョモのプレッシャー効いています。船引き真由美、今のジャンプボールステーションです。今日はこの両チームのボールの争いが激しくてジャンプボールステーションが非常に多いですね。多いですね、はい。実は本来はまあ3ポイントが非常に得点の大半を占める得点力のあるチーム、はい、今日はこの富士通の3ポイントについてはどうでしょうか。そうですね、やはり富士通としては全然少ない方ですよね、まあ、前半三谷選手何本かあったんですけども、後半も矢野選手が1本決めている中でもやっぱり少ないですよね。ルーズボール、ジョモが取っています。大が落ちる、クイズ、なぎ、プレッシャーが効いてもらってすぐスリーポイントというわけにはなかなかいきません。ここは打てるポジションでもらえた、来ました、スリーポイント、ようやく来ましたね。もらえればそうですね、はい、スリーポイントからもう1本縮められるように。今日は前半から三谷は好調です。スワスワスワ、強さはある、ルーズボール、ジョモ、アートさん、ジョモボール、球際の強さジョモに感じますが、はい、諏訪選手もしっかり中で構えて積極的に攻めてますね。大賀、中に諏訪がいる、長男には入らないが諏訪がカバー、諏訪が決めました。強さがあります、強い強い。32点差、残り間もなく7分、三
なびき香織なぎのスリーだ。ここはうまくギャップを作った。来ましたね。なぎのスリーポイントが来ました。なぎも去年のこのオールジャパンの決勝では第4クォーター大活躍をしました。スリーポイントがよく入りました。なぎが抜いてくる。マインもついている。素晴らしいジャンプシュートだ。それでもよく決めてくる大賀。点差をじわじわと広げていきます。大賀今日15点目。なびき真由美打てるところだ。ちょっと迷ったか。しかし決めてきました。スリーポイントが入り出しましたね。そうですね、少しずつ良くなってきているのでね、あとはもうディフェンスを頑張るしかないですね。残り6分を切りました。吉田、吉田の1対1。うわ、ファールをもらいました。鈴木のファールも3つ目になってきました。吉田のドライブ面での強さ、大山さんご覧になっていかがでしょう。そうですね、まあ、船引きの、お姉さんがついているところで、まあ、足が使えないというところを狙ってきているのかもしれないですけどもね、やっぱりそのスピードというのは吉田選手ならではの、はい、ドライブインでした。まだ3年目、ルーキーシーズンには新人王も獲得した吉田21歳。さあ富士通、船引き前がもうすでにいる。投げ速攻来ました。今日は富士通の速攻を何か久しぶりに見たような気がしますが、そうですね、はい、ここでタイムアウトです。78対52、26点差、5分40秒残り。通常であればかなり厳しい点差にもなっていますが、富士通には爆発力というのが何せあります。ジョモにとってもそれは最後まで怖いんじゃないですか。そうですね、やはり気は抜けないですよね。最後までしっかり守ることと攻めることをしていかないことには、まあ、本当爆発力が怖いので、はい、気をつけてほしいです。今日は矢野良子得点源10得点。本来の力からするとまだまだという。そうですね、今日はやっぱり守られているというのもあるんですけどもね、なかなかその自分のリズムでシュートを打てる時がなかったですよね。昨日は32点。ここでもまだベンチに座ってませんでしたので出てこないという形になりますよね。ちょっと今日はもう出さないのかもしれないですね、この点差だと。はい、何が何でも矢野でという展開には今日はならない。そうですね、上野さん、はい、ジョモの宇都宮ヘッドコーチはですね、あえてこの時間でここだよここだよというふうに声を大きく出しましたね、はい、こういうところがポイントなんだ、最後まで抜かずにやろうという話です。うわ、大賀が走っていきました。富士通ボール、あとは富士通ボール。どうですか、宇都宮さんがここはポイントだという意図、どんなところに感じますか。そうですね、点数が開いててもやはり気持ちをちょっと落としてしまうと流れって変わってしまうので、そういった部分ではやっぱりその気持ちを引き締める意味を込めての、まあ、ここ一本しっかりやれっていうところだったと思います。プレッシャーをかけてくるジョモのディフェンス、三谷を落とさせた。リバウンド取りました、ね、富士通。稲引真由美、狭いところ通した、通した、よく通しましたが、ジョモが守ります。ここもジョモがよく守りました。そうですね、フリッツは前から出ないともう間に合わないですからね。時間がなくなってきました、はい、残り5分を切った試合時間、26点差。田中ナイスイン、バスケットカウント。田中も来ました。ファールをもらって得点プラスフリースロー1本、今ので4つ目のファールになりました。まあ、
あ、三谷はもう4つ目ですけれども、時間帯と点差を考えてもうこのまま出すと思います。はい、鈴木なびき、まゆみファールはない、内海が守る、スイッチして守っている、なかなかここもスイッチしてよく守る、スリーポイント来ました、船引き真由美のスリーポイント。富士通はこの試合スリーポイント10本目。ファール三谷、三谷がこれで5つ目ですね。そうですね、あ、一瞬今自分でも気づいてなかったのか、言われてあーという表情を見せました。5ファールで三谷が退場です。シュートタッチが良かった三谷も失ってしまいました富士通。そして矢野も変わらずベンチ。富士通はかなり苦しくなってきましたね。そうですね、この時間と点差だとかなり厳しい状況でありますね。スワ、ナイスパス決めた、スワが決めました。残り4分を切る、から鈴木、鈴木、今ドライブをしていった鈴木にとってはルーキー初めてのオールジャパンになります。しかも決勝の舞台。そうですね、ジョモはもう無理はしないで回しながら攻めますね。外も広く使ってきました。そこに富士通はプレッシャーをかけてくる。大賀から林、富士通はリバウンド頑張りたい。リバウンドが取れないとこうしてチャンスが続く。なんとかここは取りました。まもなく残り3分、点差は27点。なぎ、畑、鈴木、鈴木の1対1、落ちる。富士通ボールです。さあ残り3分を切って立川が出てきました。昨シーズンは腰の手術もあってフルシーズン全く試合に出ることはありませんでした。今シーズンから戻ってきました。徐々に状態を上げてきている、ゲーム感を取り戻している状態の立川。上野さん、はい、それと今内海が下がりましたし、ちょっと前に長男も下がったんですけれども、はい、内海ヘッドコーチはねもう握手してますね、一人一人と。あ、そうですか、あまりゲーム中は見られないんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、この大舞台でまだ3分あまり残っていた時間帯で、まあ、今は厳しい表情してますが、はい、まあある程度確信をして。そうですね、もうこの点差でこの時間帯になると、はい、そうですね、確信は持ってると思います。よっぽどのことがない限りは、はい、ひっくり返らないと思うので。そうですね、三谷も矢野もベンチ、どうなんでしょう、もう中川ヘッドコーチとしては矢野をもう早めにもう試合に出すことはありませんでした。そのあたりの意図というのは、はい、そうですね、まあ、今日当たってないっていうのもあったと思うんですね。そういった意味で、まあ、この点差と、まあ、リーグに向けてだと思うんですけども、はい、そういった意図もあってもう下げてしまったのかなっていう。あとはもうこういった舞台を若手に経験させるっていうのも大事なので、な、はい、まあ、特に今シーズンは若手もどんどん入ってきているチームですからね。そうですね、そういった部分ではこういったコートの場所でやっぱり活躍できるっていうことが何よりも経験になるんで。ですからこの今コートに立っている富士通のメンバーで言いますと、昨シーズン伸びてきたこのナギがいて、 そうですね、そしてルーキーの鈴木、はい、そして今シーズンからポイントガードのカバヤ、はい、そうですね、ナシバンですね。ここはリバウンドを取ってくる富士通。カバヤ、ナギ、ひなびっかおりをつないでナギだ、ファールをもらいました。カバヤ、今日のカバヤのポイントガードとしての活躍、全体を通していかがでしょうか、ここまで。そうですね、最初にやはりジョモがゾーンを敷いてきたっていうところで、ちょっとねやっぱりリズムを崩したっていうのは印象的ですね。なるほど、はい、あそこはですから本来
昨シーズンまでのポイントガード船引き香織であれば、そうですね、やっぱりキャリアがあるのでそういった対応もできたのかもしれないですね。ただ今日の試合で一つそれをカバヤも経験しましたね。そうですね、やはりこれは今後にとって彼女にとっては非常にいい経験になったと思います。まだこの後リーグ戦セミファイナルファイナルと続いていきます。この両チーム、諏訪、大賀、立川から大賀、残り間もなく2分、点差は25点、しっかりここはコントロールしていきます。そしてギリギリで打ってくる、リバウンド、そしてリバウンドも取っています。またそうすると時間がどんどん経過していきます。奪った、速攻が出るか富士通、押し込めない、あ鈴木、リバウンド林が取っています。さあこの4年この全日本オールジャパンのタイトルから遠ざかっていたジョモ、5年ぶりのタイトルが見えてきました。代々木第一体育館、ジョモコール、林のスリー、これ今ギリギリで打ってくる。この辺りの時間帯の使い方も最高ですね。そうですね、はい、もう無理はしないでしっかり時間を使って回して攻めますね。しかもオフェンスリバウンドを取ってもう一回攻める、はい、どうなんでしょうか、終わり方という意味では、はい、富士通はこの負け方はこの後のシーズンには引きずりませんか。引きずらないったら嘘になるかもしれないですけど、やっぱり今回のこの決勝で勝てる勝てないによってやっぱりそのシーズンに向けて その調子も関わってくるのでね、はい、もうでも切り替える必要はあると思うんですけども、はい、ジョモの方も内田、寺田、新原というねこの若い3人、今映っている3人ですけども出てきましたね。出てきましたね。7番寺田、普段のリーグ戦ではなかなかこう出場時間が少ないこの3人ですけれども、ここで出てきました。今日はよくディフェンス頑張りました。オフェンスでもいいパスがありました吉田。ああこうして矢野も何か今伝えてますね、鈴木に対して。そうですね、これからのことだと思うんですけどもね。畑の3落ちます、残り間もなく1分、あと5番ジョモコール。富士通はベテランから徐々に世代交代を進めている中での今年の全日本総合。フルコートで当たってきます、奪った、いい形だ富士通、なぎの3落ちる、カバヤだ、失礼、船引き、あた、まもなく残り40秒、ファウルです、カバヤのファウル、カバヤは4つ目、もう残り試合時間は39秒です。シジューサーのピットです。シジューサーは4番、8番、さあ5年ぶりの全日本のタイトルが近づいてきたジョモ、リーグ戦の順位で言いますとジョモが現在2位、富士通は3位、首位にはトヨタがいるという状況です。まず今年最初のタイトル、ジョモが近づいてきました。もうカウントダウン残り30秒、スリーを打ってくる、決めました、最後に来ましたね、カオリの最後のスリーポイント、ジョモも最後のオフェンスになるか、トラベリング、笑顔が見えます。立川も本当に怪我に苦しんでましたからね。そうですね、はい、ベテランの船引香織、もう時間がありません。名門ジョモ、サンフラワーズ、さあ優勝までのカウントダウン残り4秒、もう立ち上がっています、座り直しました。
4年ぶりですからね。そうですね、やはり選手たちが一番欲しかったタイトルですからね。試合終了、チョモサンフラワーズ5年ぶりにタイトルを奪いました。14回目の王座冠制覇、チャンピオンチームが4年間この全日本総合のタイトルから離れて5年ぶりに優勝しました。ライバル富士通を退けて完勝です。まあ、勝負が決まりかけた第4クォーターを除いて13点14点に抑えました。はい、非常に足が動いてましたね。何かこの大会の中でも今日が一番ディフェンスが良かったように見えました。そうですね、やはりあの試合を通してだんだんと良くなっていったところはあると思うんですけども、今日はもう本当非常に良かったと思います。笑顔がはじけます。あの今中心にいた大賀もですね、はい、アメリカも経験したけれども悔しさは忘れていなかったという話をして日本に戻ってきました。そうですね、やはりあの大賀選手が一番このタイトルを欲しがってた選手の一人だと思うんでね、あの今日の優勝は本当に嬉しいと思いますよ。まあ、リーグ戦のタイトルとしては2シーズン前に一度ありましたけれども、はいはい、そうですね、本当5年ぶりなんでね、はい、非常にあの嬉しいと思います。あの大山さんもジョモの前身であり、はいはい、日興京石の時代からジャパンエナジーと、はい、あの上昇時代も経験してきましたけれども、はい、今回の優勝どうご覧になりますか。そうですね、やはりまあ OG としてなんですけども、やっぱりあの勝ってなんぼのチームなので、そういった意味では本当に今回勝てた、はい。